佐原出し行事伝承保存会会長山崎佳代よりご挨拶をさせていただきました。続きまして、本日ご列席をいただいておりますご来賓の皆様よりご祝辞を賜りたいと存じます。はじめに文部科学事務次官戸谷和夫様よりご祝辞を頂戴いたします。戸谷様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました文部科学事務次官の戸谷でございます。文部科学省文化庁を代表いたしまして、一言お祝いを申し上げさせていただきます。昨年の11月30日、日本時間では12月1日未明でございましたが、日本から提案いたしました山鉾屋台行事がユネスコ無形文化遺産に登録されました。これを記念いたしまして、本日ここに祝賀行事が開催され、佐原の出し行事の関係者およびご参加の皆様とともにお祝いできますことを大変光栄に存じます。改めまして、関係者の皆様方に心からお祝いを申し上げたいと存じます。山鉾屋台行事は災いを払い、地域社会の安泰を願いながら、人々が一体となって執りを行う山鉾屋台の巡行を中心とした祭礼行事でございます。幾多の神々を迎え、共に賑わうためにきらびやかな装飾を施した山鉾屋台は、木工、漆工、染色といいました伝統的な工芸技術によりまして、何世紀にも渡り維持されてまいりました。また年間を通じまして準備や練習を行うことにより、これらの行事の重要な一部を構成する祭り囃子なども途絶えることなく伝承されております。山鉾屋台行事が時代を超えて継承され、ユネスコ無形文化遺産にその登録につながりましたのは、ひとえに地元の関係者の皆様方のこれまでのたゆみないご努力の賜物と心より敬意を表します。さて、ここ千葉県佐原市の佐原の出し行事は、旧佐原市本宿の鎮守である八坂神社と新宿の鎮守である諏訪神社両社の祭礼の付け祭りとして行われてきた行事と伺っております。巨大な人形などを飾り付けた数多くの豪華な出汁を佐原林の調べに乗せて地区内を勇壮に引き回すこのお祭りは、江戸文化の影響を色濃く受けながらも、利根川の水温を背景に反映したこの地方を代表するお祭りとして大変貴重なものだというふうに考えております。平成16年2月6日に重要無形民族文化財として文部科学大臣による指定を受けたお祭りであることは皆様ご報告の通りでございます。この佐原の出し行事を国内の他の32件の行事とともに山鉾屋台行事としてユネスコに提案いたしましたのは平成26年3月でございました。審議までに少し時間がかかってしまいましたが、昨年無事登録に至りました。日本の無形文化遺産の多様性を示す行事がまた一つ加えられましたことにつきましては、私どもとしても大変喜ばしいことと思っております。今後ともこの国指定文化財であり、またユネスコ無形文化遺産を構成する佐原の出し行事が地元の皆様方によって継承されるとともに、地方創生へと発展していくことを記念し、簡単ではございますがお祝いの言葉とさせていただきます。平成29年4月29日、文部科学事務次官戸谷和夫、おめでとうございます。